向こうのお客さんにスパンをしてる。なんか後ろ側にそれこそ森があってもいいかもしれないですよね、そのバックとして。ああ、なるほど。どこがいいですか、サイドと。サイドちょっとでなんか水流しつつ植林して、で後ろはもうなんかね、温泉にある富士山じゃないけど、うん、木を生やしてみたいな。そうですね、後ろの方と、まあ、手前の通路の脇ぐらいでいいぐらいでいきますか。で、あ、でもここ迷ってんすよね。ここをあえてなんか二マスだけでこう道にして、うん、ああ。で一応こっち行けるじゃないですか。うん。こっち行けるのとこっち行くので、うん、やろうかなみたいな。だからここも削るかちょっと迷ってんすよ、この辺りも。だ、建物の場所を決めてからにしようかなと思って。とりあえず土を置いて。な、何マス、15マスぐらいを植林にします。多いかな、15だと。ちょっとなの、すぐ壊せるじゃないですか。はい。仮置きで設計してください。そうっすね。5、6、7、8、9、10。ここは10。10。ここは10で、11からを一応、ここから向こうを、ここまでを建物とするか。まあ、この後ろの10マスを直輪として、20、20で考えます？もう。うん。ここから。20、20でちょっと土でどれだけ置いてみて広さ見よう。あ、そうしますか。脇を20でいくと2マス2マス開けるのか。2マスずつ開けます。2、3、これぐらいか。で、で俺の考えだと、まあ、階段がこうピラミッドじゃないけど伸びてるみたいな、うん、ジブラッド形式。はい、もうちょい向こうの方がいいか、階段伸ばすんだったら。なんか余裕があって、あと高さ次第か。うん、高さ、土台がこんだけあれば、こんだけの広さがあれば。うん。ここじゃあ、一旦土に変えてみます？この脇を。で。あ、ここも開けときます？開けるか、いや、どうしようかなと思って削ってみたいんだけど、水が流れてるぐらい。あ、まあ、後で足せますからね、一応。あ、一応水あるな、俺。流してみますか、一旦。よっしゃ。多分、ここで、ここから、流せば。あー、どうかな。どうすか。あ、で、道のところだけあって、またこっちも開けるって感じですよね、イメージ。うん、割と水通した方がいい。ああ、うん、うん。どうか、微妙か。あ、これ行きます先にしようかな、こっち。で、こっちも、こっち。そうしたい。微妙かな。左右上ってなんか木とか生やしたら道が急に開けてバッて広がる感はあると思うけど。ああ、左右、うん、ここにマス、うん、レッ、あーになんか潰れるってことですか。そう、植林的なことができれば。あ、でも石なんか、ここになんか、あ、なんか、わからん。だ、でもそれは。これ立てますか？立てますか。木で軽く、
階段作っていきますか。うんうん、こういう感じで。そうですね。で、どれぐらいの高さになるのか見て。はい。で次はもう一個上ですもんね。この上になんか進展があるイメージなんやけど。あー、なるほど。ここ平ら、ここ平らじゃない。この、うん。意外と今の状態で、うん、もう後ろ見えないっすね。全く後ろが見えないっす。そうですね。上をちょっとスリムにします。あの中をちょっと、うん、2マスぐらいにして。あ、いい感じじゃないですか。だいぶなんか見た目ね。はい。で、その上に神殿を作る感じですよね。そうそう。なんかもう一個建物が建てるというか。はい。小さい祭殿みたいなのがこのイメージなんですけど、個人的に。で、ここを2マス開けて。これちょっと見てみますか。うん。よいしょ。もうちょい高くしいな。そうですね。高さを上げて、まあ、扉がある感をもうちょっと出したいですね。ちょっと見えへんな、これ。はい。で、あと2段倍、6、6、8段ぐらいにします。ん？こんな感じでどうですか？こっちの方がいいです。あ、じゃあこうしますか。うん。の方が、ドアも気にならないですか。いや、もうこっちのバランスいいと思う。あ、確かにバランスいいな。これでいきますか。うん。あと屋根になんか、叩きつけるかつけないかはできてから。はい。いいんじゃないですか。うん。あと階段？階段か。階段をどういう風にするか。段差を。うん。一回で登れんようにするか。一段降りて二マス、一段降りて二マスにするか。あー。なだらか、滑らかの方がいいんかな。こんな感じですかね。うん、あれ？動いた。うん、うん。どうしてる？こんな感じですね。うん。横言うならこの辺まで欲しいけど。ですよね。じゃあちょっと途中でどっかやっぱ。うん。長くするか、全部を平べったくする、なんか、2マスずつ、やるか、かなぁ。うん、2個さえ、あと、うん。土ブロックを置き換えていけば、大体の寸法は結構バランスいい気がしますけど。いや、よくあの、24マスに悩まされたけど、これで何とか。あと、周りに、まあ、水通してって感じか。で、後ろに水通したりとか、あとあの下にあのね、結構高原になる石とか埋めたりした。あー、確かに。そしたら壁もなんか模様をつけたいっすね、ここまで来たら。とりあえず本殿作りますみたいな。はい、そうっすね。じゃあまあ今日これぐらいにするか。そうっすね。ちょっちゅね、ちょっちゅね。なんかすげえ穴開いてる。とね、ビフォーアフターを撮ってくるわ。これ帰り道あれない感じ？うん、ないよ。エリトラできて。じゃない。いや。
死ぬから死ぬから置いてみた。いや、ちょっと待って、近寄んない方がいいかも。死んだって、うん、やられたな、最後の最後で死ぬと思わなかった。やられたって誰かにやられたみたいに言ったけど階段通しやっぽいからな。はい、まあ、ということで本日はここまで。はい、あのね、まだ掘ってる人いるけど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。チャンネル登録といいねお願いします。今ならチャンネル登録高評価 100% オフ。次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画もチェックしてね。ほな、バイビー。